で第2弾いきますけども、来た、手紙来た、調べてくれ、ダブルファンタジーというラストアルバムは花の名前から取られてる、うん、その花は何だと思いますか、うん、ジョン・レノン・ミュージアム副館長渡辺さんから柳生慎吾さんに来まし た, 来た。さあどうするの。僕はまず最初に、うん、まず最初にね、うん、あるすごい世界的なナチュラリスト、うん、出ますよ。これまたいい話。まず第一弾、まずね、相談したんですよ、うん、名前を小木須幹則さん。小木須幹則さん、この人は世界で一番有名な日本のナチュラリストなんです、うん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 、世界ではすごくね認められてるんです、うん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 、なぜならどういう人かっていうと、うん、未だにいるんですね、プラントハンターっていう職業なんですよ、うんうん、夢がある話だよこれ。プラントハンター、うん、世界中の幻の花を探しに行ったり、うん、世界中の新種の花を探しに行ったり、うんうんうん、そしてそれを世の中に紹介するっていう仕事があるんですよ、うんうん、すごいよねそれね。すごいよね。だいたい小木須の小木が小木の花の小木で、幹則、はい、が 樹木の樹に、まあ、徳のある人の徳でしょ。もう漫画の主人公みたいなさ名前だよねあのお顔も漫画の主人公みたいな方なんですけど、うん、まあ、迫力あるオーラのあるすごい人で、うん、その人に相談したら、うん、幻の花を探すのにこれほどの適任者はいないと思って、うんうん、なるほど。世界を飛び回ってるその人に捕まえて。小木さんは結構、うん、こうなんていうんですかね、うん、我が道を行く一人でやる人だから、うん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 、そういうのを受けてくれるかなと思ったら、うんうん、ジョン・レノンが好きだった。いやもう泣けてきた、もう泣けてきたやるよやるよって言って、ちょっと時間をくれ、3日くれって。すごいよ。俺としては3日でいいんですかって感じなんですけど。そうだよね、3日くれれば俺がっていう。2日後に電話が来ました。うわプロだね。ダブルファンタジーは、うん、それはね、うん、フリージアだと、うん、意図も簡単にフリージアだと、うん、そうでしたか、へえ、ダブルファンタジーってフリージアだったんだ、うん、何色ですか、黄色だよ、うん、でファンタジーという名前でその当時いっぱい世の中に出てたからねっていうんですよ、うんうんうん、いやでもファンタジーじゃなくて、小木さんごめんなさい、ダブルファンタジーなんだって言ったら、お前バカかと、園芸やってるお前な、園芸の言葉でダブルってなんだって言われまして、それはダブルですよみたいな。八重咲き、八重咲きだったんだね。八重咲きのファンタジーか、それでダブルファンタジーなんだ。分かったと、分かった。ファンタジー、八重咲きのファンタジーがダブルファンタジーだと電話の向こうから言ってくれたと。興奮して、興奮して分かったぞと。これ第2部だね、今第2部。